い、どうも、こっちは高橋です。今日も元気にいきましょうぜ。はい、皆さん、今週のジャンプワンピース読みましたか？もう、救済明け、やばい！もうね、やばいです。もう、情緒、ぶっ壊れマンです。情緒ぶっ壊れ高橋が、今週もお届けしたいと思います。もう、何なんですか？今週やばすぎました。今週も皆さんと盛り上がっていければと思いますんで、ぜひ最後まで見ていってください。それでは行きましょう。お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録まだの方よかったらチャンネル登録お願いします。毎週ワンピースの考察感想上げてます。一緒に楽しんでいきましょう。はい、そしたら最初にですね、初見のリアクション撮りましたので、まずはこちらご覧ください。はい、ここから最新話1081話のネタバレがありますので、アニメ運びからの方々はお気をつけください。本編のね、感想はこちらの秒数からでございます。それではリアクションです、どうぞ。はい、リアクションです。救済やけ、もうカラーのイラストもめちゃめちゃいいくて、待って、ワンピースでもいろいろシールもやばいし、はい、じゃあ本編。はい、1081話、黒ひげ海賊だ。ちょっと待って、もうタイトルからえぐいな。いやー、やっぱそうなんか、うわ、く、え？いや、ちょ、読もう、一旦読もう。落ち込む前に読もう。はい、ドーンってね、ガンプガンプガンプ、救済やけ、ガンプガンプ、もうバリバリバリ。軍艦が落ちてくぞ、入道軍よ。ドルー、いいね。もう連携ちゃんと取れてやってんだね。わー、あ、確かヘルメッポ？はいはい。他いる？他誰かいる？わー、ガンプ許さが、あの自信。動くな、海賊ども。ジャキー、さらに被害を重ねることになるぞ。わー、かっこいい、ガンプ、マジで。納得いかんの？はぁ、すっかり衰えた。今ので、これで、ふざけんなー。ガープ中将、おー、コビー無事だったか。コビーのやつ。あー、ヘルメッポよかったな、お前、ほんとに。やりすぎだよ、悪い子だね、ガープ。いや、あんた誰に言ってんだよ。ガープさんに海軍の未来と言われたコビー許さる。あ、すげえ。ライバル視してんだね、グルスもね。そういうことはこそこそやるんだよ、この人たちが。コビー、あ、みんなコビーの名前呼んでる、コビー。え、たしきさん、ソードじゃない皆さん、あ、ソードじゃない皆さんもいるんだね。はいはい。ガープ中将、コビー先輩の足かせが、あ、外れない。なるほど。なんとかし、いや、このパキンはちょっと許せんぞ。おい。ちょっと待って。まあ、もう読みたくねえ、こっから先俺。いや、俺クザ好きよ。いや、ちょっとヒバリパキンはちょっとえぐいって。マジで。まあ、クザ船長って呼ばれてるもん。困るの、コビー、ティーチの犬前に逃げ出してもらっちゃう。いや、てか、クザここいるじゃん。え、エグエット言ってないじゃん、じゃん。え、誰？え、まあ、わかんない。何？私は誰？はい、2年前。え、過去。海軍部次期元帥のザワマギル起きた。大将赤犬、バーサス青木氏の大喧嘩。それから約1年後。あ、1年後 ?1 年前じゃん。え、うわ、新世界通るしまう。いやー、誰かやった。いや、聞くまでもね、こんなことできない。世界に一人しかいねえよな。お前だ、青木氏、パッキン！え、なんかめちゃめちゃ凍ってんじゃん。え、サンファーウルフ凍ってるよ。表で仲間たちが凍ってんだろ。能力を解け。うるせえな、グラグラの能力やめとけよ。仲間が割れて死ぬぞ。うわ、なんか何？お前、船長ならわかるだ。俺から手を出したと思うか。あ、なるほど、青木氏からじゃない。俺は昇進の上、肝立ってんだ。誰が多いか想像しよう。もうかっこよ。何これ、もう触れちゃいけねえ男一匹。男一匹狼。あ、だ、ちょうど1年前って待って、落とし前戦争じゃない？え、待って、なんかやばいやばい、こんな事件もあったんですかい？で、あ、もう仲良くなってる。いける口だね、アイスキャンディー。お前もなんか、クズゲートだ。ちょっと待って、めっちゃ仲良くなってる。マジで？サンファウル、あ、もう溶けてんね。ほいで赤いのやつなんつったの？同期で殺し合うことになると。熱いもんが込み上げてくるわい。お前、まだつ。そんななんか海賊酒場ジョークみたいな。海賊酒場ジョーク繰り広げてんじゃん。え、めっちゃみんなとちゃんと飲んでるわ。マジ？おかげで見る俺は片しよう。やば。なんか不思議だな。何これ？赤いの腕の一本も思い出やったか。いや、全身傷だらけのはずだから。ムルン、傷といえば否定とか、こいつ火の傷を知ってんじゃん。あ、火の傷のワード出てんじゃん。え、あ、じゃあもう青木氏じゃないね。え、なんか大事な情報が来そうです。世界には大切な赤い4つのポーネグルがあって、そのうち2つは、カイドウとビッグマムが持ってるらしいんだが、あと2つ見つからねえのよ。そのうちの1つ、火の傷の男が持ってる。俺かな。お前のは傷ついたばっかだろ。トップ。ちょっと待って。仲良さげすぎ？仲良さげ宴すぎないこれ。え、その男は真っ黒い船に乗り、近づくと巨大な渦で敵船を飲み込んだ。何？俺は政府の人間だって踏んでるかな。実際世界政府は闇深い。石を一つ持っておきゃ。あ、ワンピース、あ、そうだよね。いや、そりゃそうだよね。それずっと思ってたよね。政府がもし手に入れられんだったら絶対手に入れた方がいいもんね。で、何この黒い船って。何？ポーネグリフか。いい思い出はね。あー、そうですよね。大原の一件あるもんね、クザンは。あ、もし大原でそんな赤い目だって忘れねえ。あー、俺が覚えてるのは政府に歯向かう親友と。俺に運命を握られた悲しさの少女の目だけだ。提督どうします？あいつの能力奪えば外に。あ、まあ、そういうこと考えるよね、それはね。聞こえたぞ、このクソ動画。あ、やばい。切れてる。上等当たるって、やばい。戦ってる。あ、怒ってる。悪かった、仲間がバカなこと。あ、なんかティーチもめっちゃなんかお話つけようとしてんだよ。俺はそんなつもりはねえよ、むしろ。お前俺の船に乗られるか。ああ、回遊しているよ。あ、もうパキパキしてるよ、すでに。パキパキ。今、つまり無職だろ。
無職って言われるのなんかすげえな。やばいな。これからどうする。俺の世界の正義は違う。おいや、ちょっと楽しく飲んだくれでお前らなんか信用できるわけねえだろ。うわぁ、なあ、そうだよな。海賊を勘違いしてねえか。俺たちの何も仲良し軍団じゃねえぞ。海賊っていうのは利害が一致してるわけだぞ。うわぁ、もっともらしい海賊出てますね。そういう歌い文句で誘ってたと。自由だよな、お前。何をしたい。え、じゃあやっぱクザンはクザンでやっぱなんかあるでしょ、絶対。利害が一致して手組んでるだけだよね。おい、クザン、ひばり元に戻せ。コビを見逃せ、海賊に戻ってこい。ちゃんと戻ってこいまで言ってる。相変わらず言いたいこと全部口に出すね。どれも叶えらんねえよ、ガープさん。ちょっと待って、この戦い嫌だ、嫌だ、嫌だ。あんたのそういうところ大好きだから。俺も、いや、待って、ほんと、俺あの過去の二人のさ、ゼロ話の話してるとこすごい好きなんだよ。俺も今やりてえように生きてんだ。わあ、もう10番戦線直前で、ね、わあ、いつもの固まった。え、マナデシを救うためにカステラ一番弟子殺してんのか。縛られるな、バカめ。今は生きろと教えたはずじゃ。なんかめっちゃかっこいい。今は生きろ。うわ、待って、鋭角さん、迷うやつは弱い。え、バリバリバリブルーホールドか。何これ。うわ、やばいやばいやばい。ガープ強。もう完全覇王色じゃ。もうバリバリなってるよ。海底落下。何これ。はいはい。え、あ、新世界、港、港、ちょ、あれ、今場面が変わりました。え、港、港、あ、ちょっと待って、もうやばいやばいやばい。ちょっと待って、いろいろやばいって、ちょっとなんだ、うわぁ、やばいやばい。いや、ちょっと待って、はぁ。うわ、ボーラータングツ。え、ちょっと待って、キッドもローモなの。いや、待って、やばいんだけど。しかも、ボーラータング、お前だってさ、片身じゃん、だって。うわ、読み進められぬ。ここから。られぬ。マジで。いや、ちょっと一旦休憩。待って、マジか。ちょっと待って、やばいやばい。ロー帽子落ちてるし。行くか。やきちー、マジか。もう海賊団とは言えねえな。うわ、もうボロボロやー、ベポも。あ、待て、ロキボト事件か、これ。100人の海賊たちが今も海賊島で怯えて暮らしてんのさ。本当に作ってくれたのか。うまくいこうしない。え、なになに、チョッパー。ガリ、ベポがガリ。え、ベポガリしてるけども。え、これランブルボール。さて、オペオペの目は売るか使うか悩ましい。ああ、キャプテンに、うわー、なんかすごいベポが、なんか、なんでミンク族通路みたいになってますが。え、なに、どういうこと、通路なんで、バカの月もねえのに。なんで、なんで、なんで、なんで。え、ランブルボールって何なの結局じゃ。え、新世界ウナイトにて、トラフルが引きろえろ、引きろえろ、仲間置いていけね、戻らね、信じて、キャプテンウナ、乗り越えてきたじゃん、みんなで。いや、お願いだからしね。あー、どの海賊だ、敗北。うわ、待って、この配送はきつすぎる。え、待って、ほんと、ベポ、うわ、待って。うわ、いや、ちょっと待って、キットに続き、ローモか。うわ、来週あるけど、合併号だから、来週はない。ちょ、もう、ない、ない。いや、待って、きつい。きついね。ああ、おもろい。うわ。はい、ぜひ今日も皆さんコメントバンバンお願いします。皆さんのコメントで楽しませてもらってます。今日もよろしく。はい、そんじゃ行きましょい。はい、まずなんですけれども、ジャンプ、皆さん紙版のジャンプ買いましたか。ジャンプラでね、定期購読されてる方、はい、こちらですよ、紙版のジャンプ。これにですね、なんとバブー、もう僕切り取っちゃったんですけど、ルフィのエモエモシールついてきます。これマジでいい。全部原作絵だし、しかもルフィの名シーンしかない。ジャンプラでもね、最初のページで見れると思うんですけど、いや、これマジでいい。これ俺あと何個も欲しいわ。これマジで、この棚のね、今ね、ちょっとね、ちょいちょいねルフィのシールとか貼ってるんですけど、ちょっとこれはマジでエモーショナル名場面クロニクルシールって書いてあるけど、これちょっと何枚やってもいいですわ、これ。ルフィ好きとしてはたまんないですね。で、そして皆さん、最初の広告ページ見ましたでしょうか。ワンピースデイ、今年もやるそうです。ふぅー、ヒューパパ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 パ。去年ですよ、僕がですね、出演させていただいたワンピースデイ。去年は生配信だけでしたね。ただなんか今回さ、イベントっぽいんですよ。やばくない？イベントもやって配信もあるんでしょ？やばくない？これ、たかし出るかな？これでどうしよう、今年はたかし出なかったら。その時は僕も会場にいると思いますんで。まだ今のところ僕何にも話聞いてないんでね。今年のワンピースの日も楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、そうしましたら、見開きカラーですよ。見開きカラーもいいですね。麦わらの一味のメンズたち。しかも寝ています。ただ、サンジさんだけ料理の勉強してます。なんかこの一味の休みの時の感じ。しかも男どもの休みの時の感じ。いいですね。サンジクッキングの本読んでんだよな。だからみんなが寝てる間にちょっとこう料理の勉強してるみたいな。いや、やっぱオールブルー目指してるし、一流のコックやっぱ違いますね。で、ジンベイが起きないしね、ルフィに邪魔されてんのに。フランキーもゾロに頭持たれてるし。いいですね。この見開きかわいいですね。はい、それでは本編でございます。1081話、黒ひげ海賊団10番戦船長クザ。
こんなに重たいタイトルあります？こんなにしんどいタイトルあります？いや俺クーザン好きなんですよ本当に。いや自分の信念貫いた上でね、もちろんこういった行動を取ってるんだろうけど、ちょっともう今週の後でもう一回僕喋ると思いますけど、あそこはちょっと許せ。クーザ行きましょう。前回ですね、救済明けなので2週間前ですよ、ガープのギャラクシーインパクトドーガンからの今週受けて、飛んでる軍艦どうすんですかというのはプリンスグルスがしっかり受け止めておりました。入道グニョドプンと、グニョグニョの実の粘土人間なので粘土を出して船を受け止めることをできていると。なのでこのあたりはガープとソードの作戦でね、しっかり計画立てて動いてますよね。でもイエローの海賊一網打尽ですね。まだ倒されてないやつもいるけど、でも気絶してるやつらもたくさんいますよね。でその結果を見てガープさん、納得いかんの。はぁ、あ、すっかり衰えた。ふざけんなー、この破壊力で全盛期どんなんだったろう。もう蜂の巣なくすんじゃない、もう全盛期のパンチでね。納得いってませんね。ただもう終わった後の拳からもまだバレバレ出てるので、もう相当やっぱガープは覇王色強そうですよね。覇気こそが全てを凌駕するっていうね、カイドウのセリフもあったわけですけど、なんだかそれを見せつけられましたよね、やはりガープには。でソウの面々がね描かれたり、タシギちゃん描かれたりしました。まずヘルメッポよかったな、ひとまずな。ゴビーのやつよかった、殺されてなくったって。いやよかったよ、お前もこんな人間味あるやつだったかお前。もうヘルメッポいいな、ヘルメッポマジ好きだな、あんなヒェヒェ言ってたのにな。そしてグルスとクジャックさんですよね。ここもまたなんかキャラクターのね一面がちょっと見えてきた感じもしますけど、まずプリンスグルスさん、ガープに海軍の未来だとコビーが前回言われたんですが、それに対してやきもちを焼いてるようなこんなセリフ言ってますね。ガープさんに海軍の未来と言われたコビー、うるさ、足を引っ張ってやるぜ。なんかそんななんか濃すい感じなんですかあなた。そんななんか悔しさのあまり足を引っ張ってやるって口に出しちゃうと、まあ素直でいっか、素直で全部それ言うならまあいっか。なんかもっと男気ある感じかと思いきや、意外とねガープにちゃんと気に入られたいんだね。でしかもこうコビに対する対抗心も口に出したりとしてる中で、その横のクジャクさんもねガープに対してやりすぎだよ悪い子だねと言ってます。誰に言ってんのあなた。伝説、いける伝説の海兵、あなたが相手にしてんので、足を引っ張ると言ってクルスさんに対してもね、そういうのはコソコソやるんだよと、この温室育ちが可愛いんだからと。なんだかこれエスッケが溢れ出てますね、クジャクさんね。おつるの孫かい本当に。もうこんなになんかおつるからなんか想像しづらい、なんかこの性格の感じしますけどね。まあでもおつるもいい子だからおやめとか言ってたか、ドフラミンゴにね。それをそのまま見て育ったんだろうね、だからね。でタシギも来てましたね、コビーくんとね。多分このコビーくんって言ってるのがタシギっぽいですよね。でコビーもソードじゃない皆さんまでと。なのでもうソードの面々とソードじゃない面々ももう一緒になってここに来てるってわけですよね。で普通の海兵だったら、今おそらくこの近辺にいる海兵はみんなエッグヘッドに召集受けてるわけですよ、キザルの作戦として。ただ結構それを無視してきてる面々もいるってことですよね、きっとね。もちろん全員が全員その呼ばれてはない可能性ありますけど。でその後です、ここですよ。私はちょっともう下せぬ。コビーの元に同じくヒバリさんもね、ソードの面々でこう来た、駆け寄ってきたわけなんですが、コビー先輩の足かせをなんとかしてつかーパキーン。お前ちょっとこれはマジで俺ね許せんわ、クザン。マジか。なんかね許せないっていう気持ちももちろんあるんだけど、なんかやっぱショック。うん、もちろんね、もう分かってるよ、黒ひげ海賊団に加担してんのも分かってるし、扉絵でプニーをねその誘拐するためにあのカカオ糖をねこうパキンとしてたわけで、まあ、四皇の国とはいえ一般市民っぽいねキャラもこうパキンとしてる段階で、まあちょっとってなってた。まあ目をつぶってるというか、まあまあまあ海賊に加担するってそういうことだなと思ってたけど、いやひばりさんお前パキンはお前ちょっとダメよクザ。ここまで落ちたかと。ちょっとねさすがになんか、もう自分の信念貫いてるんだろうけど、自分なりの正義貫いてるんだろうけど、ちょっとお前マジかっていう落胆もやっぱ今回ありましたよね。ここだってそのコビーのこと好きなわけでしょ、ひばりは。もう先週の感じね、お弁当作ってきたしっつってさ、コビーに対する好意をこう我々見せられた後でのこの恋心抱きのコビーと一緒にガープんとこ走りのパキンのはクザお前。これはちょっとしんどいっすね。いや何考えてんだろうなクザ本当にね。でこの後のもう一言はもうこれ敵じゃん。困るなコビー、ティーチの犬に逃げ出してもらっちゃう。敵の時のクザ
もうあのロングリングロングランドで麦わらの一味の前にやっぱお前らは今しんどくかって出た時のクザみたいな怖さ、怖い。最近クザ好きすぎてなんかもうモノマネだんだん上手くなってる気がする。なんかもうもういろんな情報乗っかっちゃいましたが、いやーこれ怖いねクザね。やっぱね、やっぱなんかパンカーザードでさ、そのスモーカー助けてくれた時とか、あと映画のフィルム Z とかでね、なんかなんとなくやっぱさいいやつな感じがしてたけど、まあ、やっぱりこの非情な部分はやっぱありますよね。なんかロビン助けたりもしてるじゃないですか、オハラで。なんかやっぱその一件とかがあるからこそなんかいいやつっていうのがね、やっぱ我々の中で染みついてるんだけど、ちょっとでもやっぱ怖い部分はもちろんあるんだよな。でここでの俺ガープがいいね。パキーンの後動揺しないでクザって一言だけ言うガープよくないですか。コビーはね、クザンさん何するんですってね、めっちゃ動揺はしてるんだけど、もうこの冷静なガープがやっぱもう歴戦の猛者というか、もうなんか頼れる上司感どっしりしてますよね。クザってこの一言だけ名前言うだけのガープね、ここがたまらんすね、ガープで。ここからなんとクザンと黒ひげ海賊団回想。いやこれはちょっと全部が初めての情報だったからちょっとビビりましたね。まあ確かにこういった出来事がなきゃね、まあ仲間入りすることはないわけで、しかもその時期がちょっといろいろビビりますよね。まず2年前海軍本部の次期元帥を決める戦い、赤犬 VS 青生地ですよね。その戦いの1年後って言ってるんで、つまりは今ルフィたちがいるこの現世の1年前ですよね。で1年前って出来事としてあるのがその落とし前戦争なんですよ。白ひげ海賊団のマルコたち VS 黒ひげ海賊団で、そのあたりのこの回想ってことですよね。どっちが先なんだろうねこれ。なんかそれによってもこのマルコとの関係とか、クザンとマルコとの関係とかもなんかまた見えてくるものがありそうで、ちょっとそこねいろいろと知りたいことがまた増えましたね。ただこれは熱いですね、なんかこのやりとりね。新世界とある島ですね。ちょ、この島はね僕が見覚えないんですけど、あったらごめんなさい、出てきてたらごめんなさい。なんかたこ焼きみたいですね、なんかね。もう表ではサンファンウルフから、あとこれ毒球、そしてバスコショットですかね、パキンとされてますね今見れる限りだとね。で王が黒ひげデボンは凍ってないかな、まあ面々がこう出てて、表で仲間たちが凍ってんだろと、こんなことできるのは世界に一人しかいねえよ、お前だオキジェ、とティーチがねクザに向かって行って一人で飲んでる。クザ、お前船長ならわかるだろう、俺から手を出したと思うか。それに知ってるよな、俺は昇進の上肝立ってんだ、誰が悪いか想像しろ。怖い、かっこいい、さすらいの男、負けた後の男だけどかっこいい。何これ。でここから戦いになるのかと思いきや、まさかの仲良し大宴開演。仲良し大宴してます。いや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 、仲良しになってる。なんかこういうのもリアルですよね。でもね、なんかこういうことにもなりそうだしね、なるほどなって思ったよね。一回戦うのかと思ったらクザンとティーチ自体は戦ってないわけですよね。しかもなんかお互いをあだ名で呼んでる感じよくないですか。いける口だね、アイスキャンディーと。クザンのことアイスキャンディーっていうのがマジもうなんか海賊のシャレっぽいくていい。お前もなクズゲドーってね、クズゲドーって呼んで笑い合ってんだもんな。でこの何、対象ジョークなんすかこれ。赤犬がね言ってたこと、同期で殺し合うことになるとは熱いもんが込み上げてくるわい。お前マグマだっつーの、にゃははは。海賊ジョーク、海賊対象ジョーク、何これマジで。もういいね。いやなんかめっちゃ仲良く話してんもんね、なんかね。ここまで打ち解けるもんかい、元大将と海賊たちが。でしかもだってさ、四皇の海賊団なわけよ。でレベル6の猛者たちがいて、もう歴史から名を消されたぐらいのね海賊たちと一緒に飲むとこういうことになるんだっていう、なんかまたワンピースこうね長年読んできた中でもまた新しい一面をなんか我々見ましたよね。でまあそう仲良くね話してる後で、なんとこのワードが出ました、火の傷の男と。これ黒ひげ海賊団も火の傷の男っていう存在自体を知っているってことですもんね。ワード自体は我が国を出航するときにねキッドが言ってましたもんね。でなんだかロードポーネグリフを手に入れるためには会うことが必要な人物、なんだかそんなイメージもありましたが、今週はねよりそれが濃密に描かれましたよね。でなんなら黒ひげ海賊団の持ってるロードポーネグリフ情報もこれ軽く来てますよね。ロードポーネグリフ、そのうちの2つがビッグマムカイドウが持ってると、であと2つが見つからないって言ってるんですよね、ティーチは。これ残りはゾウにあるものと、あとどこにあるかわからないものになってきますよね。なのでゾウにロードポーネグリフがあるの知らないわけですよ、ティーチたちは。1年前のこの回想の時点ではね。で火の傷の男の正体の話をしてる時に、あのローがこんな意味深なリアクションを取ってたじゃないですか、ロビンちゃんがハテナ出して。だからあの時多分だけど、この黒ひげ海賊団から火の傷の男のこと聞いてるんじゃないですかね。ロッキーポート事件でこの黒ひげとローっていうのは関わりがあるわけで、ローのリアクションは黒ひげからなんか聞いてたからこそのあのリアクションかなってちょっと思ったな。もちろんまだ確定じゃないですけどね。
でしかも火の傷の男の情報、その男は真っ黒い船に乗り近づくと巨大な渦で敵船を飲み込むと。ラビットが言ってますね、能力者かもしれませんねって言ってますもんね。何それ、なんかまたヤバい男出てきたじゃん。これ既存キャラじゃなさそうですよね。なんかここまで考えると既存でこんなことできるやついます？もう今この情報だけでパッと僕が出たのはもうドラゴンの船ってビントグランマ号っていう船なんですけど、あれ真っ黒ですもんね。革命軍の船ですよね。竜がね船首にあって真っ黒ですもんね、あれね。でなんかドラゴンってさ、なんか風起こせるから、なんか風使ってなんかこう渦、海も渦使えるみたいな、もうなんとなくぼんやりのイメージですけどね。ただ革命軍がまだロードポーニーグリフを握る意味っていうのもちょっとわからないはわかんないですよね。それってもう海賊と一緒になっちゃいますもんね。ラフテル目指すことになるから、ちょっと現状まだ僕の今の読んですぐの段階だとちょっと思いつかないんで、またね今週、そして来週もね合併号でジャンプないですから、またどこかで動画撮りたいと思います。でまあシリューはね、政府の人間なんじゃないかとね言ってますが、まあこのシリューも何にもその情報を知らないってことですよね。シリューはインペルダウンで一応まあ働いてたわけですからね。でクザンも思い当たる節はないと言ってるわけですよね。ポーネグリフがいい思い出はねえと、まあ大原の話ですよね。で大原では見てないと言ってるわけだし、覚えてんのはまあ親友とロビンですよね。サウロとロビンのことだけと言ってますね。でそしたらラフィットさん余計なこと言ってますよ。ラフィットさんはもう提督どうします、あいつの能力を奪えば相当な戦力に耳打ちしちゃいますよ、こんな状況で。はい切れました、クザンさん。はい切れた、聞こえたぞこのクソどもが。ただこのティーチの焦りようがなんかリアルでしたよね。この切れた青木人に対して悪かった、仲間がバカなこと言い出しやがって、俺はそんなつもりはねえよ、むしろお前俺の船に乗らねえか、こんな誘い方だったんかい。いやーこれはすごいな、マジか。なんだかやっぱ最も海賊らしいですよね、なんかティーチってね。こんなリクルートあります？今つまり無職だろ、当てはあんのかと。俺の世界の正義は違うと。でまあもちろんクザンさんそれに対してね反抗するわけだよ、お前らなんか信用できるわけねえと。ただここがティーチ違うね、やっぱこういうとこ好きなんだよな。海賊を勘違いしてねえか、俺たちは何も仲良し軍団じゃねえぞ。海賊っていうのは利害が一致してりゃいいのさ、自由だよなお前、何をしたい。もっとも海賊らしいっすね。なんかだからつるんでるわけじゃないわけですよね。なんかこれってやっぱルフィとの対比にも見えますよね。やっぱルフィっていうのはさ、利害が一致とか関係ないじゃないですか。利害とか関係なしに一緒にいたいからいる、仲間だから守るし、仲間だから一緒にいて笑うし、一緒にいてから一緒にいるって感じじゃないですか、ルフィって。利害関係なしに。ただそれとは真逆ですよね、やっぱティーチってね。仲いいから一緒にいたいんじゃなくて、利害が一致してるから一緒にいると。ここがもう最も海賊らしいっすよね。やっぱ小田先生がその黒い海賊団は最も海賊らしくをテーマにキャラ設定作られてるってね、 SBS でも触れられた通り、そういったところがやっぱ落とし込まれてますよね。でこれもうクザンの実力的にさ、もうこれ明らかにみんな凍らしてるんですよね、余裕で。バスコショットもそうだし、ピサロもそうでしょ。でさっきのページだとサンファウルも凍らして、毒球とかも凍らしてたでしょ。だからやっぱりクザンってナンバー2から3ぐらいの実力ありますよね。ナンバー2のあのイラストはシリュウがナンバー2でしたけど、ちょっと前のカラー見開きね。ただこの感じ、まあ飲んでて、まあ油断してるとはいえ、みんな凍らしてるんですよね。で、例えば、まあ今週後で触れますけど、ガープとか凍らしても全然効かないわけじゃん。覇気が凌駕して効かないわけでしょ。で、頂上戦争の白ひげも効かなかったわけでしょ。ただこの人たちには効いてるんで、やっぱクザンの方が上そうですよね、実力。となるとやっぱナンバー3ぐらいつけてくるよな、これ。で、プラスで皆さん気づきましたか、ここ。黒ひげの船、めちゃめちゃいっぱいあります。少なくとも3線はありますね。サーベル・オブ・ジーベック号、同じ形のものがこれ少なくとも3つあるよ。やっぱそういうことですよね。黒ひげ海賊団の船長たちっていうのは、何番船船長、何番船船長って、何番船ってついてたので、まあ船がいっぱいあるんだろうなとは思ってたんですが、それが初めて今回描かれましたね。なので今、エッグヘッドにこう向かっていた船影があったじゃないですか、ちょっと前に。で、あれとウィナー島にいる面々の船と、あと蜂の巣にいる面々の船。多分何隻かにやっぱ分かれてるってことですね。少なくとも10隻ありそうですよね。クザンが10番船船長なので。で、プラスでティーチがそれの提督なんで、もしかするとティーチが乗ってるのが1番の母船で、それ以外に10ある可能性ありますけど。ここは結構嬉しかった情報ですね、個人的に。で、場面は戻りまして、もうちょっとこれ見たくないよ、ちょっと。ガープ VS クザンは俺見たくない。見たくない。これしんどいっすね。いや、ここは辛くないっすか。だってさ、もう本当にさ、当時からクザンはガープのこと好きなんですよ。もう何十年も前から。ゼロ感ですよ、ゼロ感。四季の話の時に回想でさ、もう1ページ目だよね。俺もめっちゃ覚えてんもん、これ。ガープさん、また昇格蹴ったんでしょ。まったくかっこいいな、もう。自由にやるのはこれ以上の地位はいらん。お連れちゃん、船出すなら乗せてくれ。っていう、このなんかガープに憧れてる感じ。で、戦艦ですよ、戦艦のね、この情報がマジでね。
やっぱ覚えてんもんな。ゼファーの年表のところで杯ボルサリーノクザンと、まあ、三大将のね名前も出てる中でクザンに対しては、まあ、共感がゼファーなわけですよ Z ね。ただクザンのとこ米印、実際はガープが一番の恩人なので先行生徒の関係と、つまりクザンにとってガープは恩人なわけですよね。ここ何があったかっていうのはまだ分かってないんですけど、少なくともその二人の関係値っていうのはもう恩人という間柄なわけですよね。これ今気づいたけど怪物一期生と第三期生だね。だから杯とクザンって同期ではないですね、正確にはね。だけど同期って言ってるわけでか。ちょっとまたさっきのとこぶり返しちゃいましたけど、だからガープとさ、その件も気になるじゃん。何があったのとかいろいろ気になるし、でその弟子に向けてね、ガープのセリフももうマジでもうガープも好きなんだよな。クザン、威張りを元に戻せ、コビーを見逃せ、海軍に戻ってこい。もうこれ最後もう全部立場関係なしに全部言うやん。もうそのガープ好きマジでルフィみたい。ルフィも全部口に出すじゃないですか、思ったこと。もうガープもそうなんですよね。だからルフィにこう受け継がれてってるこの何モンキー系らしさ、なんかそれも感じたし、プラスでやっぱガープはクザンに戻ってきてほしいんだなっていうのもあるし、ガープがクザンに対する思いっていうのもなんかここで聞けたのもまた良かったっすよね。ねえ、ここのその恩師に対してこれもいやきついよ。相変わらず言いたいこと全部口に出すね。そのどれも叶えられねえよガープさん。あんたのそういうところ大好きだから俺も今やりたいように生きてんだ。いやここしんどいマジで。いやこのあんたのそういうところ大好きだからって言いながらこの敵に向けて拳を握んなきゃいけないこの両者の、いやきつい。あ、なんか投げてきた。ダメだ、ここしんどいっすね。いやこれはやっぱりなんかうーん来るものがあるね。でもな、敵なんだもん言い方が。アイスボールってもう完全にね攻撃してからの、マナジを救うためにかつての一番弟子を殺せるのか。縛られるんだバカめ、今を生きようと教えたはずじゃ。もうこれ何、もう何その名言、もう何があったの、その教えてる瞬間が見たい。何があったのこの二人で、昔恩人という間柄みたいですが何があったんですか。そこ気になってしょうがありません。自由だね、このガープの自由な言葉もうめちゃめちゃ好きだな。正直海賊としてめちゃめちゃ尊敬できるぐらいの動き方とセリフと生き様ですよねガープってね。だからルフィはガープ自体には絶対なんか憧れありそうだよね。なんかそういう意味だとなんかそのぐらい感じるよな。今を生きろと教えたはずじゃ。もうなんかそこ、あーもうなんか想像するだけでやばい。でからのアイスボール効いてません、バキーンと。もうこれ覇気こそが全てを凌駕してるわけですよね。もうヒゲヒゲの能力効かないぐらいの覇気ってわけでしょ。これもうガープ相当強いじゃん。だって大将の覇気よ。でさっき言った通り黒ひげ海賊団の船長たちは余裕で凍らされてるぐらいの強いヒゲヒゲの力なわけじゃないですか。それをバキーン言ってるわけでしょガープ。いや全然衰えてないそんな。ただでもそれはクザンがおそらく迷ってるからの可能性もありますよね。いいかクザン、迷うやつは弱い。ブルーホールドが強い、じいちゃん強い。もうこんな、いや怖い、もうカイドウぐらい落ちてる穴に。もうルフィのバジュラングガンでドーン行ったぐらい、これもうマグマ行っちゃいますよねえクザンさん。もマグマ行ったらもうマグマに一回 やられてトラウマなんですからクザンさん。ねえガープさん行ってますねこれ。マグマまで行っちゃったらどうするこれ、えぐい穴行ってますね。まあもうこれ迷ってるって分かってるわけですよねガープは。やっぱもう一番の弟子だからこそなのかね、迷うやつは弱い。そうだよな、もうなんもまた好きな名言増えました私。なんかこれほんとあれですよね、なんかレイリーみたいですよね。疑わないことそれが強さだね。なんかやっぱこの70代、やっぱこの70代のこの世代が放つやっぱ名言っても染みますよね。なんかこの世の真理というか、なんかこの我々が生きてる現代でも全然この響きますよね。ワンピの世界だけじゃなくてね。そうなんだよね、迷うやつはね弱くなるんですよ。拳もね緩くなるのよ。そりゃ恩人だもん。いくらねこの拳向けたとはいえ弱かったんだろうね、このアイスボール全然弱かったんだろうね。衰えたガープでもバキンとやれちゃうと。だからこそガープは気づいたんだろうね。だからクザ迷ってんだガープに対しては。いやそりゃそうだよ。なのでやっぱこれはもう完全な闇落ちじゃないとやっぱ思えるんじゃないかなっていう描写ですよね。やっぱり自分なりにその黒ひげとは利害が一致したから一緒にいるだけで、うーんでやっぱそれなりにねその手を組んだからにはティーチに顔向けできないようなこともしづらいじゃないですか。だからそこはやっぱりねひばりはねパキンってやっちゃったわけですけど、そこもワンチャンさひばりがさあの赤犬の娘説今あるじゃないですか。だからそれだったとしたらなんかちょっとでもそれはなおさら嫌ですけどね。なんかね勝てなかった相手の娘に攻撃してたらなおさら嫌だけど、でもなんかそれもやっぱ迷ってるからこそなんだろうね。この信念貫いて闇に染まってるわけだけど、ただやっぱその中でも葛藤があるからこそ恩師へ向けた拳はちょっと緩かったわけですよね。なんかここはすごい、もうこの1ページ結構しんどいけどなんかやっぱもうワンピースおもろってなりましたよね。でちなみになんですけどブルーホールっていうワードありますね。なんか画像とかで僕見たことあるんですけど、あの海に突如開いてるめっちゃ深い穴みたいな、ほんと海にあるやつですよね。なんかサンゴ礁の中でいきなりこう穴があるみたいな、ちょっとぜひね調べてみてください。
なんかこのブルーも入ってんの熱くないですか、ガープの技名に。やっぱ海軍の色といえば青じゃないですか、白に青。その海軍ブルーが技名でブルーって入ってるあたりが、あ、もう正義背負ってる、ガープさん中将最強ってなりました。ブルーって技名が一個でもあるのがかっこいいなと思ったな。なんかブラックホールの黒ひげとブルーホールのガープ、なんかそれも蜂の巣で黒ひげ海賊団とぶつかってんのもなんか熱かったですね。でもその後場面が変わりました。もう港の戦いが描かれました。ハートの海賊団潜水艇ポーラータング号沈没。これ耐えられんて、もうこれきつくないっすか。いやちょっとこれきついって、マジで、いやマジでマジで、ティーチさんマジでこれしんどいっすね。でポーラータング号といえば、まあローの潜水艇なわけですけど、これノベルローですよね、一番描かれてたのが。ノベルロー読まれてない方もねいると思うんですけど、ぜひねこの機会にノベルロー読んでみてください。ローがコラソンと別れて、その後どうしてったのか、その後どうやってハートの海賊団結成していったのかっていう話ですね。でその時に出てきた恩人の発明家ボルフっていうキャラがいたんですけど、そのボルフからもらった潜水艇なんですよね。つまり恩人から受け取った船なんですよ。それでここまでノースブルーから旅してきたわけですよ。その船をボーンやられてるわけですよ。これも海賊としてのその信念折られてるわけですよね。ここ言ってしまえば、前回もキッドの船ビクトリアパンク号のビクトリアっていうワードは、キッドの当時の親友ビクトリアシルトンドリアナイカちゃんの名前から取ってたわけじゃないですか。でそのキッドのビクトリアパンク号は破国によって破壊されちゃったわけですよね。だからこのキッドもローもこの思い入れがある船をこの破壊されてるわけですよね、四皇に。きつすぎる。でロッキーポート事件のことも少し出てますね。ローがロッキーポート事件の首謀者と言われてたわけですが、その時に100人の心臓を海賊たちから奪って、でその海賊っていうのは今ハチノスにいるということが明らかになりましたね。なんか見えてきましたね、ロッキーポート事件がこう断片的に。でからのベポスーロン、これどういうことでしょうか。チョッパーと何やら会話をしてたようなね描写がありましたね。本当に作ってくれたのか、うまくいく保証は全然ないからな。でガリと何か噛んでますね。まあこの描写から見るに、まあ、ランブルボールっぽいですけどね、チョッパーの。チョッパーは2年後はランブルボール食べたらモンスターポイントに変身できるよと、そういったものがあったんですが、それと同じものなのか、はたまたベポ用にねまた別の薬をチョッパーに作ってもらったのか、そのあたり気になりますよね。ランブルボールを同じもの作ってくれて、それをベポが食べて今回スーロンになったとしたら、ゾーン系の形態変化のこの波長を狂わすものと、スーロンが満月を見て形態が変わるもの、そこがめちゃめちゃ繋がるっていうことになりますもんね。だからこれがランブルボールなのか、はたまたランブルボールとはまた別のものなのか、それによってだいぶ変わってくる、気になる。このあたりちょっとまた話したいですね、今週ね。ミンク族とゾーン系の関係がまたこれ出てくるから、つまりそうなるとミンク族、悪魔の実にも関連してくる種族っていうね、間接的にこうつながってきて、これミンク族めっちゃ大事やん、でミンク族めっちゃ似てんのってニカやん、ってなりますもんね。だから今ってなった状態で私動画撮ってます。でここちょっと黒ひげのセリフちょっと気になりましたね。さてオペオペの実は売るか使うか悩ましいと。で俺を不老不死にもできるのかって言ってますよね。でオペオペの最上の技って不老手術なんですよ、不老不死手術じゃないんですよね。ここ気になりますよね。ティーチはそう思ってるだけなのか、はたまた本当はそういった意味合いがあるのか、もしかしたら誤植の可能性もねあるかもしれないんですけど、コミックで修正されてるねパターンもあるかもしれないんですけど、ちょっと気になりました。で最後はもうほんとしんどい、マジで。戻れベポ、仲間を置いていけねえ。あーやばい、ここやばい、戻らねえ、信じてキャプテン、北の極寒港から俺たちやってきたじゃん、誰も死なねえよ、乗り越えてきたじゃんみんなで、だからキャプテン死なないで、お願いだから死なないで、ハートの海賊だ敗北。あーきつい、いやーもうきついっすね。いやなんか俺もうこのベポのこの単眼ダメだわ、もうマジで。いやーもうなんかやっぱキッドの時も結構こうえぐられたものあったじゃないですか。もうでもやっぱローの、今までこのローを見てきたからこそのこのしんどさありますよね、マジで。でもこれが敗北なんですよね、これが敗北なんよ、マジか。やっぱ四皇を倒せたからさ、なんかさ、なんかちょっといけるなって思っちゃってましたよね、やっぱ我々ね。シャンクスのヤバさも知ったし、黒ひげのヤバさも知りましたよね。ただやっぱシャンクスの方がやっぱなんか上手ではありそうですよね。キッドワンパンだったし、今回ティーチ結構傷だらけになってるんで、まあローは結構いい戦いをした感じはしますもんね。でローって一応ロードポーネグリフはゾウのもの持ってんですよね、ムキャラの一味と一緒にいましたもんね。ローはゾウとワノ国を持ってるはずなんですよ、2枚持ってるんですよね少なくとも。で黒ひげ海賊団ってゾウのもの持ってなかったんですよね、さっきの感じだから。ゾウのロードポーネグリフもらわれちゃうけど、多分ここで船破壊しているから、多分まあ船にあるでしょ、まあローが持ってない限りは。ってなるともう3枚よ、あと火の傷の男だけよティーチ、そうするとルフィたちと一緒ですよね。いやこれはまたやばいね、なんかもう黒ひげがまた海賊をちょっと近づいてる感じありますもんね。はい、という感じでございました。ちょっと後半駆け足になりましたけども、また今週も絶対長い気がする。
たらめちゃめちゃ熱い回でございました。ぜひ皆さんの熱いコメントもお待ちしております。一緒に盛り上がっていければ嬉しいです。今日もお願いします。で、今回は合併号なので来週はありません。ジャンプ自体がありません。寂しい。ああ寂しいけど、まあいいね。今週もちょっと激アツだったんで、またいろいろね動画撮っていきたいと思いますんで、ぜひ他の動画も見てください。そしてよかったら高評価お願いします。チャンネル登録もお願いします。はい、最後まで見てくれてありがとう。明日も楽しもう。またね。来週ジャンプお休みですが、一緒に楽しんでいきましょう。またね。前向いて全力でまっすぐに自由求め想いのまま進んでいけ全力で。